タートを切りました。さあ揃いました、いいスタートを切った。まだ日本ピロウィーナーは中段であります。日本ピロウィーナーは中段だ。さあインコースからマリキータが行きました。マリキータが先頭だ。日本ピロウィーナーは今6番手ぐらいであります。さあ真ん中を通ってゴステロも行った、ゴステロも行った。さらに黄色い帽子が2つ、サーペンスールとマルタカストームが行っておりますが、日本ピロウィーナーはまだ6、7番手です。さあどういう戦法に出ているのか。先頭はゴステロであります。ゴステロのリードが半馬身ぐらいであります。2番手にはサーペンスール、サーペンスールからさらに半馬身ぐらいでマルタカストームが3番手、マルタカストーム3番手、4番手にようやく上がってまいりました日本ピロウィーナー。3王位がその外側につけております。3、4コーナーの中間地点ですが、日本ピロウィーナーぐんぐんこの辺で加速してまいりました。一気に先頭に立ちます。日本ピロウィーナーと3王位が一気に先頭に立とうというところですが、この仕掛けが後の長い直線でどう影響するか。日本ピロウィーナーがわずかに先頭です。外の方から突っ込んできたのはダスゲニーも突っ込んできている。さあ上位は横に並びました。横に大きく広がった。日本ピロウィーナー先頭だが3王位が食い下がる。内の方で懸命に道海屋島が伸びてくる。真ん中から道海屋島が伸びてくる。そしてさ日本ピロウィーナーが先頭だ。日本ピロウィーナー先頭、1馬身2馬身、そして3王位か。インコースでゴステロが待っている。ゴステロが